あーなるほどね。お前がごてだ。よろしくお願いします。ヘラシャイマサです。対局開始。今日もね、将棋実況を通じてね、初心者の方、旧者の方に向けて分かりやすくね、実況やっていこうと思っております。このチャンネルではね、皆さんに2つのことをお届けしようと思っております。1つ目がね、マサのまさかね、初段から三段まで上がっていく過程をお届けすることによって、あ、俺でも私でもね、上手くなっていけるかもしれないと、そういった希望をお届けしようと思っております。2つ目が、まさかね、こういろんな仕掛けをしていきます。その仕掛けをね、角代わり通じてね、あ、この仕掛けうまくいくんだ、あ、これはダメなんだみたいな、そういったね、成功と失敗をね、皆さんにお届けして、まあ、皆さんいいとこあったら真似してほしいし、もしね、いまいちなところがあるんだったらこれは真似しないでほしいと、そういうふうに思っておりますと。さて、相手これね、なんか速攻仕掛けできそうな感じするよね。どうなんでしょうか。まあ、公式的な形にしていきますか。まあ、端ついて。ああ、なるほどね。それどうなんだろうか。歩、桂にまっすぐ上がって、歩。この攻めがあるのは知ってたが、取って桂跳ねてくるでしょ。で44かまっすぐか、これはさすがに無理な気がするんだが、どうなんでしょうか。これどうなん？まあ低く受けといて。こっちは早くあの桂馬を取りたいんだ。いやー、でもこれあれか、横歩取られる形になるから相手の攻めがうまく決まっちゃった感もあるんか。横歩取った時に何かいい手ありますかって聞いて、歩が2枚か。いや、でも3枚目に入る感じするな。どうなんでしょうね。これどうなんすか。横歩取られた時に何か返し技ある？それは何？これは何？例えばこうやって打ってみたら、まあ馬作りながらっていう手なんですけど、
例えば銀が上がったら、やばい、これ桂跳ねがあるんか。参った。ああですよね。いやそっちやったら助かったかも。金角やろ。あそっちなら俺助かったかも。俺どっちかというとあの桂跳ねの方が危ないなと思ってたんよね。えこれならまだ参るかもしれん。これなら前そうな気がする。もう入力や。もう入力しかない。これ何？7分。それは何？金が邪魔だな。よし、じゃあこうやって打ってやろう。もう絶対守ってやる。絶対守ってやる。それはね、こっち行くんだ。それはね、こっち行くんだ。で、どうするか。いやーでもこれ厳しいな。香車打って、いやーでもこれダメだな。もう打つ駒がないもん。ですよね。下がるしかないんだよね。ユーズ参りました。はい、感想戦やっていきます。今回はね、4号桂速攻でした。これね、正しい受けを知らないと本当受け潰されちゃうようなね、すごく攻撃力にある、攻めなんで、これはね俺が対策してなかったのがね原因なんですよね。ここで1号強でよかったんじゃないと言っている。あ確かにね。例えばこうやってきても、まあ、こうやって端に回る点に対しては強者打ってってどうですかっていう話もあるし、まあ香車打つんかね、どうなんかね、これ歩とかでいいんかな。1三香、
まあ、6四回るよね。で次1四歩打たれるから忙しいんだよね。うっとしい。とにかく飛車が邪魔やと。でまあ普通は3四とか行くんじゃないかな。ここ行ったらん？あ、もう受けるのやめるんや。へえ。8六歩同歩8八歩。ああもう桂馬取りに行き、桂馬取りに行くと。なるほどね。これでええんじゃないかっていう。いやーこれこの仕掛けマジでさ、いや対策してなかった自分も悪いんですけど、なんかこう相手にいいようにやられてやっぱねちょっとイラッときますよね。まあこれは取ってよかったんじゃないかと言っている。まあ3四銀は考えるところではあるよね。3四銀は考えたけどな、まあ、でもこうなんやろなと思ったけど、銀下がるの？もうなんかね、銀が下がるのか金が上がるのか分からん。まあまあ引くでしょうね。で歩打ったら相手からは3四歩たらし4四歩、まあ妥当ですよね。で3三歩なる同桂、まあ桂馬交換なるけど、まあ同玉かな。ちょっと危なさいけど、どこ行くやろね。うん、でこれで相手は歩切れなんでちょっと無理攻めじゃないっていうところっすよね。まあ桂馬と角、まあ交換にはなったけどちょっと無理じゃない？ってことで収まっちゃうとこっちがよしになるっていう話なのね。まあ、この時は強く取ってええんじゃなかろうかと。横歩はまた5五かな。まあ下がるよね。で4六飛び出ていかがですかと。まあ1九の香車取れそうやし、2二歩3三桂、まあねなりそうっすね。ここまではいきそう。同桂なる同玉3七歩、これは多分香車の取り合いなのかな。まあそうね、香車の取り合いよね。で4四香車こっちから打ってどうすかっていう。例えばこうやって歩で蓋してくるのは、あーこれが効くんじゃね。でこうやって
まあこう取るしかなくてこうやってやるみたいな。なるほど。いや本当ね、皆さんあの4号桂速攻はね本当気をつけてください。このね4二銀型4二玉型で受け入れてると思ってたら、なんかやっぱりそこの先までねある程度やっぱ知っとかな、これは受けれんと思います。はい、ということで今日もねお疲れ様でした。皆様チャンネル登録ねよろしくお願いいたします。ということでお疲れ様でした。おはよう。